マックス・クルーズはヒュンダイが製造、販売していた大型クロスオーバー SUV である。三代目サンタフェのロングホイールベース版。北米市場ではサンタフェ、欧州市場ではグランドサンタフェを名乗る。サンタフェの時期モデルとして2012年1月のニューヨーク国際オートショーで世界初公開された。この時、 七人乗りショートホイールベース版と七人乗りロングホイールベース版の2種が発表されたが、北米使用者の場合、5、七人乗りがサンタフェスポーツ、七人乗りが単にサンタフェとされ、同時にサンタフェの導入に伴い、ベラクルーズは2012年11月に製造終了予定とすることも発表された。その後、2013年3月に開催された。 ジュネーブモーターショー2013ではグランドサンタフェの名で発表された。韓国においてはマックスクルーズの名で2013年3月7日に発表・発売開始された。韓国仕様は7人乗りのほか、6人乗りも設定される。ベラクルーズの実質的後継車種ではあるが、韓国国内では2015年5月現在においても、同市場のみでベラクルーズが併売されている。 スタイリングは、サンタフェの C ピラー以降を延長して、スペースユーティリティを高めたものとしつつも、サンタフェの特徴あるスタイリングを損ねることなく、フライディックスカルプチャーのデザインアイコンを取り入れている。プラットフォームは6代目ソナタをベースとし、エンジンはシムケチにより3種類の直噴ガソリンエンジンと2種類の EVGT-R と呼ばれる直噴ディーゼルエンジンが用意されるが、 韓国市場では当初2.2リットルのディーゼルエンジンのみが採用されていたが2014年に V6.33 リットルグーティンガソリンエンジン仕様が追加されたトランスミッションはいずれも6速 AT との組み合わせのみでサンタフェに用意される6速 MT はない2018年2月にベースのサンタフェがフルモデルチェンジした後も製造販売は続けられていたが 2019年2月、後継車種パリセードの登場により生産終了。そして2020年1月、ヒュンダイのプレミアムブランド、ジェネシスからは事実上の後継車種、GV80 が登場。ありがとうございます。